はい、近藤養魚場さんの紅白搭載サイズが23センチです。お願いします。はい、まあ、こちらの鯉はまあ3段で、まあ、なんちゅうですかね、ちょっと重みのあるような模様をしておりまして、模様がいいものですから、まあ、仕上げていただいてもいいですし、まあ、あとはこの横の切れ込みですね、前半の1段目の横の切れ込みとかが、まあ、大きくしてってもらった時に白場がもう少し出てきて、綺麗な、もっと白場を見せる綺麗な鯉になってくれるような気がするんで、まあ、どちらで、考えてもらっても面白い鯉かなと思います。はい、本当にバランスの取れた非常にいい模様しているのでね。そうですね、はい、まあ、品評会でも使えるし大きくしても面白いのかなという感じですね。はい、じゃあ横の方、その1段目の白地を見せてくると ね、こういう部分がですね大きくなってくると、こちらもこういう白場がどういうふうに出てくるのかなという、ちょっと暴れますね。はい、すいません。じゃあ後ろの方、はい、まだ搭載なのでこれから残りですからね。そうですね、楽しみな一匹だと思います。はい、紅白でありますが、その白地がどういうふうに見えてくるか、また模様がその変化も楽しめる紅白なのかもしれないですね。はい、いかがでしょうか。近藤養魚場さんの紅白搭載サイズの方が23センチになります。ぜひよろしくお願いします。お願いします。